向かって右側が藤枝、左側白いユニフォームが沼津です。10番の押谷の姿を見えました。藤枝、8番の岩渕も見えました。ボールがつながっていきます。岩間から前のスペースへ、ここに走っていった久保、クロス、ゴール前、シュート決まった。木島が追ってきます。その前で久保東次郎行きましたね。クロスを入れてくるのが低いボールだ。ワントラップしてスルーパスになる、落としてシュート決まった。ゴール、2点目。またここも久保なんですけど、新潟経営大学。さあ、この沼津ボール奪った、シュート打って決まった。オフサイド、旗が上がっている。ここで杉本からのボールなんですが、浜が、あ、佐藤、失礼、高橋純也が奪いましたね。いうことです。今鈴木翔平の姿が映りましたけれども、あ、鈴木翔太の姿が映りましたけれども、さあ、このシュート打った、決まった。決まりました、見事。岩渕のゴールは決まった。右のポストの内側に当てて吸い込まれる、そんなシュートでした。190センチの井上康太をかわしての右手を上げました。ゴール前ヘディングシュート、決まった。4対1、岩渕2点目。タイミングでそのいい位置に入ってきました岩渕。藤枝、明星高校出身の浜、今は沼津に在籍しています。顔分かった、ヘディングシュート、弾いた、もう一度押し込めない、まだある、まだある。まあ、相手に攻めさせないためには自分たちのリズム、速いリズムでパスをつないでいくということなんでしょうが、あ、今のファウルでレッドカードですね。一発レッドですか、今の場面ですね。あーか、左足で蹴ってきます。ゴール前ヘディング、あー、ボレーシュートが決まった。ダンピングボレー。スリーバックの中で真ん中ではなくて、これまでは右か左をやることが多かった川島信之なんですけれども、なかなか点を取ることはできませんでした。非常に今杉田の笑顔見えましたが、ここでタイムアップということで5対1、藤枝前 FC が4点差をつけてアスルクラロ沼津に勝利をしたゲームをお伝えしてきました。